三鷹ネットワーク大学は東京都三鷹市下連塾に本部を置く地域の大学である。2005年10月に開校した。学校教育法上の大学とは異なる。運営主体は特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構。教育及び研究機関と連携し、それら機関の学術的資源や情報を 市民や企業に還元及び提供する事業である。これにより社会貢献を果たすことを目的としている。民学参考の共同を掲げた事業展開は全国でも類例がなく一般的な大学間コンソーシアム、産学連携、産学間連携等の連携事業の枠を超え、これに NPO や市民の参加、支店が加わることで 活動をより幅広いものとしている。三鷹市が事業の基盤を支えつつ、NPO の機動力、柔軟性、大学や企業等の知的資源を活用して、ユニークな取り組みを展開中。教育、学習、研究、開発、窓口、ネットワークの3つの機能を備え、教育、学習機能では年間約90件、500コマ以上の講座を幅広く開講し、 7000人以上が受講している。研究・開発機能では、会員との民学参考共同研究により、新技術、新システム、新商品やサービスの開発に必要な実証実験などを見た顔フィールドとして実施するほか、ビジネスインキュベート支援等を行う。窓口・ネットワーク機能では、若者からシニアまで対象ごとのキャリアデザイン支援の企画等を実施。 開校講,講座には5つのジャンルがある。それぞれのジャンルに複数の講座が開講されている。正会員は21団体である。個人3条会員2名を除き63団体である。そのうち大学は次の7団体である。ありがとうございます。